いやいや、初回乗り切って、2回以降は低めに集まったし。まあ、オースティンには失投と思うけど、球数も少なかったんだけど、チャンスも来たし、あそこまで投げればね。今日は2人、ゲラ、岩崎、で済んだんで。なんとか明日はね、2人休ますようにしたいですけどね、得点した後の守り。戦闘を出しながらも併殺が2つあったそうですね、また初球ね。 いきなりヒット打たれたけど、まあ、しのいでしのいでじゃないですか。それはね、阪神の監督として歴代最多の通算515勝。まあね、数字が出るとね、毎日がすごく長く感じるんでね、あんまり気にしないようにしてたんですけど。今日はボールもらいましたね、みんな覚えてて、どの選手からもらったて投げるもんな、うーん。前回の初回もそうよ。今日も言うたけどな、投げ終わってからな。 やっぱ反ってる時が高めいってるからな、攻撃は次の類を狙う姿勢が出ていた。坂本のとこもな、空な、なんとしてもサードに送るという、そういうバッティングやろ、やっぱり。空振りとかすると何も起きんからな、貯金維持は大きいか、いや、わからん。いい形で、シーズン終わったら大きかったなって言えるやろ。今はわからん、今はまた減らさんように増やすことしか考えてないから、 藤本定規さんは幼少期に見ていた監督おお<う>そんなあんな小さい時に監督なんか見てるかいな笑い見るわけない監督目当てに来てるんちゃうんやからそんな肩を超えたいやいやそれはそんなあんまり気にせんなおう、うん、二おん2軍落ちの森下には教えたことをやってほしいちゃんとやればなそれだけよ